試ししてみない？いろんな商品があるよ。この輪っかを投げてボトルにはめるだけ。一番簡単なゲーム。わあ、確かにとっても簡単そう。おやおや、そこのお嬢さん、どうやら見たところ腕に覚えありって顔だな。はあ、トワイライト、うまいこと言ってあなたをその気にさせてるだけだよ。どうせインチキだって。失礼な。なんとひどい。インチキなんてできない。物理の法則よ。まず空気抵抗と垂直変位はゼロと仮定して、最初の飛翔体速度の2乗かける発射角度の三角関数の値を重力加速度で割ればいいってわけ。おお、ドキドキする。なんたること。見てられない。助けて。今のはすっごく惜しかったわ。せっかくだからもう一回やってみたら。できた。じゃあライトをつけてみましょう。最悪の事態にはならずに済みそうだわ。調子は別にどん底じゃないわ。誰がどん底だって言ったの。こんなの全然なんでもないわよ。フラッター社員見てない。さっきビニエッタといたんだけど、その後急にいなくなっちゃってさ。ねえ、そんなこと本気で私に聞いてるの。ビニエッタを信用してないってわけじゃないよ。一応言っとくけど、これだけ大きなテーマパークで5万人は来てるのよ。見つからなくて当然。5万人のお客がこっちも見る。フラッター社員のことよりそっちの方が心配なの。10万もの瞳に見られるのよ。心配じゃないって言うならもういいよ。大声で叫ぶから衣装の山をもっと持ってきて。ちょっと嘘でしょ。いいわ、次はどうする。この勝負どうやって勝つの。さて、推進力と重力と空気抵抗を考慮に入れて完璧な発射角度と軌道を割り出したの誰だ。はーい、私。摩擦と空力特性と初期速度を計算に入れてないと思った。さあどうでしょう。なわけない。そういうことよ。よく言うじゃないか。100回目の正直って。ねえお二人さん。フラッター社員見てない？午後は誰も会ってないんだ。電話しても留守電になっちゃうし、悪いことが起きたんじゃないかって気がするんだ。心配ないんじゃない？悪者もそうしょっちゅうエクエストリアの魔法を使ったりしない。ちなみにだけど、チケット余ってない？私たち使い切っちゃって。負けっぱなしは絶対嫌。ちょうどこれに乗ろうかと思ってたとこなんだ。もう10回も乗ってるんだけど。しっ、あっち行ってな。ねえ、フラッター社員見かけてない？さっきまで一緒にいたんだ。この乗り物を超怖がってたよ。今はビニエッタといると思うけど。そっか、ありがとう。もしあったらローラーコースター1回おごってって言っといて。
禁止です。お楽しみ捜査官としてあなたのその表情はちょっと気になりますね。ビンキーパイ、あんたまでパークの仕事を見つけたの？そんな、まさか。この仕事はフリーランスだし、お給料も出ない。私が勝手に作ったの。今日アイスを落として泣いてる女の子を見て思いついたんだ。ビンキーパイ、パークを心から楽しめる場所にしなくちゃ。この制服どう？ゴミ箱で拾ったもので作ったの。そうは見えないでしょ。ところで、どこかでフラッターシャイを見かけてない？いいえ、でもお楽しみ捜査官代理にならあったわよ。じゃじゃーん、これでパーク内どこへでも自由に行ける。お楽しみ捜査官代理さん。おお、すごい。まあ、惜しかったね。もう指の感覚がない。全部同じに見える。これは現実なの？どのくらいここにいるんだろう。なあ、お嬢さんたち聞いて。どうだろう、このインコをあげるからさ、もう帰ったら。インコなんてどうでもいいのよ。あなたの言う通り、これはインチキよ。アイスクリームでも買いに行こう。そうね、私どうかしてたわ。もともと当たりっこないのに。おほほ、ほら皆さん、これをご覧あれ。ちゃんと当たりだって出ますからね。やるわ。もしかして私、彼女がラリティの親友になったからやきもちで疑ってるだけかな。どうでもいいことに大騒ぎしてるだけ。何のバッジをつけてる？これはただその。偽物のバッジをつけるのは犯罪だぞ。私は偽物の警官だが、あんたを刑務所に入れてやる。私の話も聞いてよ。さっきから友達を探してて。両手を頭の上に置いてじっとしてろ。おお、なんでお楽しみ捜査官代理だってことを黙ってたんだ。先ほどは本当に申し訳ないことをしました。ここが私の仕事場です。捜査官が来るのは久しぶりでして。言っておくけど、このバッジは友達が作ったの。だから本物じゃ。ああ、今潜入捜査中ってことですね。なるほど。とにかくどうぞごゆっくり。潜入捜査だってことは黙ってますから。ウインクウインク。何度言えば分かってくれるのさ。ラリティはあなたが友達の中で一番かっこよくて頭がいいって。そうなの？まあね。レインブームスの新しい名前考えたの、きっと気に入るわよ。スローバックス、昔に戻るってこと。ハッシュタグ先祖帰り、それか懐かしファッションの再来 NFSR。 この先何年もみんながあなたのおしゃれをお手本にする。今んとこいい感じだし、その続きも気に入りそうな予感だよ。あなたの衣装は50年代のダンスパーティー風。サーキュラースカートにブロンド。この髪切って構わないわね。じゃないとウィッグをかぶりにくいから。この髪は絶対誰にも切らせたりしないよ。 JRUM? BIJSK。 僕は今でも十分最高。まあ、そこまであなたが今の自分で十分だって言い張るんなら、せめてその格好を写真に撮らせてもらうわね。ビニエッタが魔法のスマホで私の友達を消した。やっぱり怪しいと思ったんだ。まさか魔法が絡んでるとは思わなかったけど、スマホに吸い込まれたらどこに行っちゃうんだろう。おい、嘘だろ。魔法のスマホに閉じ込められた。ありがち。リラックスサラダ食べてもいい？